DLP, 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 DLP とはデジタルミラーデバイスを用いた映像表示システムのことで機械式テレビジョンの一種であるデジタルライトプロセッシングの当時語でテキサスインスツルメンツの登録商標である1987年登録2004年現在プロジェクタ市場の47%を占め液晶式プロジェクタと 市場占有率を争っていたが、2011年末では DLP のシェアが1年で、ほぼ倍増した。世界のシアターのほぼ半数以上がデジタルシネマに移行したとし、これが2015年までには完了するだろうと発表した。白色に光るランプの光をレンズで集光し、DMD に当てる。DMD の個々のミラーがオン状態に傾いている時の光を、 他のレンズで拡大し、スクリーンに投影する。DMD ミラーがオフ状態に傾いている時の光は投影レンズに入らずに捨てられる。ミラーをオンにしている時間とオフにしている時間の比率で投影する点の明るさが制御される。すなわち100、100%オン状態だと最大輝度の点になるし、50%オン50%オフだと半分の輝度の点になる。 カラー画像を投影するためには、大きく分けて二つの手法が用いられる。一つは、DMD を三個用い、光原も赤、緑、青の三つを用意する方法である。これは三番方式と呼ばれる。光原は、実際には三つ用意するのではなく、白色光源をダイクロイックフィルターで三色に分離たものを用いることが多い。もう一つは、 光源と DMD の間に高速で回転するカラーホイールを配置し赤、緑、青の光を自分割りで DMD に当てる方法である。これは単板方式と呼ばれる。赤色を投影したい場合には赤の光が DMD に当たっている瞬間だけミラーをオン状態にする。DMD を構成するミラーはマイクロ秒単位でオンオフを変化させることができるため このような手法を用いることができる。例えば、ビオ60フレームの映像を投影することを考えると、1フレームあたりの投影時間は1、60秒イコール16,667マイクロ秒である。これをが、緑、青のための3つの時間に分割すると16,667、3イコール5,556マイクロ秒となり、 この時間内で256段階の明るさを再生するためには5556256イコール21.7マイクロ秒ごとにミラーのオンオフを切り替えられるようになっていなければいけない。オンオフの切り替えにミリ秒単位の時間がかかる液晶の場合、明るさの階調を表示する仕組みの違いを考慮しても単版でカラー画像再生を行うのは現実的ではない。 テキサスインスツルメンツ社は DLP システム専用の CPU などの IC を開発し販売している。ARM アーキテクチャの CPU に DSP 機能などを付加した DDP チップと DMD ミラーをリセットする電圧を供給するための DAD チップ、安定化電源とカラーホイールモーター制御などを司る PMD チップが用意されている。現在市場で使われている。 DLP プロジェクタのほとんどは DDP チップと d a d チップを用いて作られている。また、これらのチップを用いたソフトウェア開発を容易にするために DLP コンポーザーと呼ばれる開発ワークベンチがテキサスインスツルメンツ社より提供されている。さらに、孤独カリア用の DDPFP ライブラリーセットも用意されており、DLP プロジェクタの開発作業は原則として これらを用いて行われることとなる。DLP のようとなる DMD は画素数として 800X600、1024X768、1280X1024、1280X768、1280X720、1920X1080 などの種類があり、パーソナルコンピュータ画像、テレビ画像、 映画など用途に応じて選択される。DLP を用いてプロジェクターを作る利点はいくつかあり、などが挙げられる。一方、欠点もいくつか挙げられるが、そのほとんどは DMD の価格が高いということに起因する。DMD の価格は液晶プロジェクターで使用される液晶パネルの数倍程度もするため、一般市場では3番式の DLP プロジェクターは受け入れられず。 単板式にならざるを得ない。単板式の場合、人間の目にはきちんと混色されて見えていても一瞬、一瞬には赤、緑、青の単色が明滅しているので、投影画像の前で素早く物を動かしたりすると、画像にはないはずの色が見える子がある。初期の頃の DLP プロジェクタは、DDP チップの処理能力が遅かったため、この現象が顕著に観察されたが、最近は、 処理能力が改善されて、色自分割の時間単位が細かくなったため、ほとんど目立たなくなっている。また、単板式はその原理上、常に光源の明るさの約3分の2を捨てていることになる赤を投影している瞬間は、光源の明るさのうち緑と青の成分を捨てている。このため、液晶は変更により明るさの2分の1を失っているにもかかわらず、 同一の光源ならば3番式の液晶プロジェクタの方が単番式の DLP プロジェクタよりも明るい。なお、プロジェクタの投影画像の明るさはレンズや分光フィルタの性能などによる部分も大きい、ため比較はそれほど単純にはできない。さらに、光自分割を行うためのカラーホイールはモーターで回転させるので、機械的な耐久性や音が問題になることがある。 もっとも、ランプの熱を放散するためのファンのモーターよりは、耐久性、静音性も高いので、致命的な問題とは言えない。また、光術する LED 光源を用いると、カラーホイールそのものが不要となる。前期の欠点の項で述べた通り、短板式の DLP プロジェクターは常に、光の3分の2を捨てているという問題を持つ。これを改善するために、カラーホイールに赤、緑、 青の領域に加えて、白、透明の量を作ったものが使われる。すなわち、白を発色する際には、3分の1の明るさを持つ光を使う時間が4分の3と、100%の明るさを持つ光を使う時間が4分の1ということになり、合計では失う光は2分の1で済む。ここまでの説明ではあえて触れなかったが、 カラーホイールの色の境目が高速を横切っている間は画像の部分部分によって色の異なる領域がありまた色フィルタの境目の乱反射などにより正しい色の光になっていないこのため原則としてはこの間の光は全て捨ててしまわなければいけないカラーホイール上のこの領域はスポークと呼ばれスポーク中の光はスポーク光と呼ばれる実際 初期の頃の DLP プロジェクタはスポーク光をすべて捨てていた。その期間は DMD のミラーをオフ状態にしていたためかなり暗い製品になっていた。色の正確性を多少犠牲にしても良いならば赤と緑の境界のスポーク光は金色を発色する際に使えるはずであり全スポークの光を合わせればほぼ白の光になるはずである。このため スポーク光を利用して色を作る技術が開発された。テキサスインスツルメンツ社は、混色にスポーク光を使うアルゴリズムをサブカラーブースト、白色にスポーク光を使うアルゴリズムをスポークライトリキャプチャと呼んでいる。なお、カラーホイールの白部分を使う手法とスポークライトリキャプチャを使うことを合わせて白の軌道を上げる手法のことをホワイトピーキングと呼ぶ。 また、テキサスインスツルメンツ社はこれらの技術を改良したものをブリリアントカラーと名付け商標登録している。近年は LED の照度が上がってきたこともあり、LED を光源としたプロジェクターが登場している。LED の場合高速に点滅させることができる3色の光源を容易に用いることができるため、短板式であってもカラーホイールが不要になる。スポーク光がほぼない。 一瞬にして光源色が赤から緑などに変わるので正確な色づくりをしても無駄光が発生しない。ただし光源となる3色の LED 光源が物理的に離れているため光学系で補正しても点光源とならず投影画像に色ずれが発生する。またまだ LED の照度は電球よりも一桁以上低いため一般的な明るさの部屋で 数十インチ以上のスクリーンに投影する用途には耐えられない。20から30インチ程度の大きさならば、現在では液晶モニターの方が安価で性能が良いが、従来のプロジェクタに比べ各コンポーネントを小型化することが可能なため、モバイルプロジェクタやトイプロジェクタは LED 光源タイプに置き換わっている。また、LED の実行寿命が圧倒的に長く、 ランニングコストが低い。LED タイプのプロジェクターを内蔵したビデオカメラ、ノート PC やデスクトップ PC も商品化されている。ベイティーアイ社は2008年から携帯機器に使用される DLP プロジェクター用の新たな製品群の量産出荷を開始した。この DMD 方式の DLP ピコチップセットと呼ばれる小型の表示用部品は LED 光源と共に使用され、iBot 程度の大きさの小型プロジェクタの中核部品となる。すでにアップテマテクノロジー社とシプロオプティックス社が2008年末と2009年第1四半期の製品出荷を目指して開発中である。これらの機器は携帯用のメディアプレイヤーと接続することで従来の数インチ単位の液晶画面の静止画や動画を 大画面に投影する利用法を想定している。登場する最初の世代では、電池駆動で10ルーメン、2時間程度の使用が想定され、480X320 のが素数、2から4ト程度の消費電力で、当初の価格は400ベイドル以下、量産時では200ベイドル以下とされている。ベイティアイ社の DLP ピコの他にもいくつか、 DMD や MEMS の小型の表示用部品の整計画が発表されており、2008年末からは、これらの表示用部品を組み込んだ単品の携帯型プロジェクタが2009年末頃からは、携帯型情報機器に組み込まれた形で、携帯プロジェクタ機能の搭載品が市場に登場する可能性がある。ただ、 ノートパソコンへの搭載はすでに開発済みの技術で、メ処ドが立っているが、携帯電話への組み込みを考えれば、プロジェクタ機能の部品容積で0.7センチメートル以下、消費電力で1ワット以下としなければならず、部品価格も50から60ベイドル以下が求められるなど、実現までのハードルは高い。携帯電話より、比較的、大きいデジタルカメラへの搭載は、早期実現の可能性は、 より高い。修行部品が省けるレーザ素子の方が LED より小型化には向くが価格が高く緑色のレーザ発光素子がないため2064ナノメートル程度の赤外発光レーザーを SHG 素子によって532ナノメートル程度に波長変換数がこれでは効率が悪く今後直接発光が可能な緑色のレーザ素子の登場が 待たれる。TI 社は、この DLP Pico を、さらに発展させた、DLP Pico HD を発表。CES2011 で、アケル、デル、LG、アップテマ、ベザーニック、HP、LG、NTT ドコモ、サムソンなど30社からこれらを搭載した製品の、プロトタイプが展示された。さらに翌年の CES2012 では、 ピコチップセットの累積出荷台数が200万を超えたと発表した。プロジェクター以外に空間光変調素子として、共商店顕微鏡や密造形式の 3D プリンターで使用される DLP プロジェクターを製造している主なメーカーは次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。